今日もこの時間に来ようと思って一番最初に来ました。またお前から忘れないで。今日投票ありがとうございました。上がれてすごい嬉しかったです。そう、本当に一番最初に上がって、なんかもう、ね、この時間は私が来るようにしようかなと思って、もう今日はちょっとね、髪の乾かすのも短縮してきた。私の名前平野のぞむです。毎日頑張ってみる。今日もそう、一番風呂でした。完全に投票したよ。ありがとうございます。いいぞバゴ、君はわかるよ。バゴタイム、バゴタイムだよこれが。プーラーが応援しています。いや、それは本当に光栄なことで。名前間違ってるよ。間違ってないよ。ダンス今日緊張してた。めっちゃ緊張してたけど、なんか本当に楽しかったから、むしろなんか楽しみすぎてちょっと間違えた。そこのバランスですよね。なんか明日またマラソンあるじゃないですか。それで今度はなんか食べたいなって、食べるっていうか、そう、あ、なんか左利き、お箸だけ左なんですよ。お絵描きも左なんですけど、文字は右です。バゴはどこチーム？私はパンルナさんのチームです。 PR めっちゃ良かった。でも渡辺さんにその後お話ししてもらって、やっぱり足りないなとは思いました。お風呂でかい？まあ普通ぐらい。異国語で意気込みを。 I'll do my best。 打席はとはテスト簡単だった？簡単、微妙かな。結構何、こう基礎知識みたいなのが多かったり。1位になれるで、1位になりたい。現メンバーと、ちょっとそこはノーコメントにさせていただきます、ね、すいません。ラックスのモノマネもう一回して、これもうモノマネじゃないんですけど、じゃあちょっと一回、じゃあこれとともにね、いきます。ラックスープリッチシャイン。バックのどこ入りたい？いや、もう全て好きです。私はビズが一番、私が聞いてきたグループではありますけど、なんかもう優劣とかではないですね。CM 決まっ、待ってね、ちょっとコメントがなかなか流れないので。独占配信だ。あ、私のタイムが今終了した。え、いいよ。あれ、ちょっと待ってね。しゃべりな。え、いいよいいよ、ちょっと待って。だってちょっとさ、つないでて。今ちょっとコメントが読めなくなっちゃったので。つなぎます。10位でした。昨日よりは上がったんですよ。16位だったから10位になったんです。皆さんありがとうございます。でもなんかそのちょっと渡辺さんのことを G 社長とか言ってちょっとちぎってます。でも本当に言葉はもう
重みがありましたね。全部間違ってないんで、正しいことばっかりです。あ、うち今臭い、汗、汗が、不気なんだ、汗臭い、汗臭い。コメントが見れなくなったので、そう、勝手に喋るしかないです、ね、勝手に喋る回です。ね、そうだな。何位でしたか？5位。5位、すごい。5位、緊張した。なんか、あの、渡辺さんに出落ちっていう風に出落ち指摘されて、でもなんか出落ちをどう解決すればいいんだみたいな、この顔面がそのインパクトを与えるのはその私の、まあ、意思ではないというか、いたらボンってなるから、うん、けどやっぱそこを乗り越えることが必要だっていうことだと思うので、なんか ここのその迫力だけじゃない何かを中身見せていかないといけないよね、うん、ね、本当ね、薄っぺらいんですよ私はね。頑張るしか言ってない。深みを出すのが本当に難しい。でもまあ本当に突然出てくるものなのかなとも思うけど、でも待ってるだけじゃねダメだとは、うん、そうですね。なんか少しずつ一歩一歩進んでる気はするけど、それでもやっぱり足りないから、うん、まだまだ足りないよ。違うけど、キャンマイさんのチームじゃないけど、今コメントが見れなくなっちゃいました。喋りましょう、喋りますよ。そう、でも今までご飯全部残してないんですよ。すごくないですか？当たり前ですね。当たり前でした。当たり前でしたね。あ、シリラーの、シリラーの方ですね。シリラーの方ですか？もう何も言ってくれない。もう飽きたみたい、このネタ。もうね、俺は推しを作らないんだって。かたくなに。そう、もうね。でもそうですね。ずっとくどいてる。ずっとくどいてるんだけど。皆さんはどうですか？皆さんはどうですか？コメント見れないんで。シリラーですか？シリラーって呼ばれてるんだ。心の目で。あ、シリラーっぽい。あ、今500人くらいいるかな。あ、文字が見える。あ、鳥箱？あ、それだ。鳥箱だ。こんなのそれだった。もう、でもなんかもう、いいですよ。私、鳥箱で。鳥箱で。なんかだってね、いい、それもなんか皆さんがその見つけてくれたやつですからね。ちょっと未だに分かんないけど、お、まあ、ありがとうございます。シリラーだって。お、バゴラーって何？私ね、ヘイシリあるじゃないですか。ヘイシリをこうやっぱ自分だけがあの開けられたらいいなと思って、全力で私が Hey Siri って言った時しか開かないようになってます。かっこいい。すごい。英語全然解けなかったテストの、解けたよね。でも彼氏いたことない。あ、ありがとうございます。あ、じゃあこれはお返しした方がいいですか？桃子組おらんの？おらんです。今お部屋でお休み中です。テストどうだったって？テストは、なんか面白いことも書けないし、あ、でもほぼ国語は埋められたかな。英語、国語ね、数学が、数学じゃないけどね、算数みたいな。問題知ってるんですか今回は？なんか前回はツイッターに上がってましたよね。うん、まあ、ハーフです。鳥箱最高。道林？尻林？違う、尻林じゃない。道林。あ、上がってたんだ。いや、これがなんかちょっとたまにククが出ない時が、いや、なんかできるんですけど、もちろんね、できるんですけど、なんか10秒ぐらい必要な時があった。トロサーモン、トロサーモン意味はってね。トロサーモンの意味は何？身長171。え、芸人じゃないの？芸人じゃない？え、芸人？寿司の方なの？あって、あ、なんかうち油の多いサーモンって書いた。やば、どっちどっち。終わったこれ、終わったな。これちょっと自信マジでなかったですよ。なんか M1 の人、え、そうなんだ。ちょっともうバカじゃん。バカ、もう知り合いの口が好き。そう、口がチャームポイント。どっちの方ですかね、
トロサーモン。そう、芸人だよ。ですよね。歌ってって、ね、今ねちょっとね、あの大きい声出せないんですよね。そう、シンデレラちょっと状況が。トリバ、トリバ間違ってはないぞ。そう、どっちでも間違ってはないですよ、ね、そうですよ、正解です。私が、あ、そう、私もなんだっけな、なんだっけな、私なんか M1 じゃないやつで優勝したって書いてた気がする。何 M1 じゃないやつ、なんか違う大会にしちゃった気がする。 ザコントみたいな。そうだよ、白紙じゃなければ OK。 白紙じゃないですよ、結構埋めたと思う。頑張ったね。えキングオブ、道早シリオ、キングオブコントって書いてあるかもしれない、うん、道早シリオ。トロサーモンってどっちだと思いますか、寿司の方と芸人の方。私脂身の多いサーモンって書いたんですけど、芸人の方書いたんですよ。トロサーモンの意味答えよ。はい、どっち書いても合ってんじゃないか。そうなんですか、ね、なんかこうタイムリーな感じだったら道早シリオ。キングオブコントって書いてあるかもしれないわ。トロイクラ、ねねね、なんかウニ食べたい。まあどっちも正解。ダンス練習しないの、なんかお風呂の後にしたくて、今お風呂が激混みなんです。目線違うよ、どこだろう、ここかな、真ん中。スワヒリ語は話せません。スワヒリ語何それ。目線違うよ、目線どこ、この真ん中ですよね。焦点のセンターかな、あ、真ん中映ってる。パンと仲良くなってと、パンさんと仲良くなってと、あのね、あの近くで見ると本当に可愛いです。本当に、まあ、あれですよ、でもこの世の奇跡でございます。まあちょっとドルオタの気分だけで本当いられないんで、そうです、そういう気持ちは本当にもうパッてやって切ります。もう近くにいてもニヤニヤしないです。もうすごい。でもそう、では一回号泣した後だったら冷静になれるかもしれない。それは私 顔覚えてくださってて、プールイさんが認知されました。この間なんか映画行った時に、アイキャノー行った時に、なんかすごい渡辺さんの好きそうな顔だねって言われて、オーデ参加者で誰が一番可愛いと思うの。私はヤヤの顔が好きです。あ、ヤヤ、ヤヤ推し、確かにすごい頑張ってるね、ヤヤは。ヤヤはね、今日目立とうとしてね、赤着てきたからね。あ、そうなんですか。言ってた言ってた、かわいい。それも私も初日目立とうとしてオレンジ着たんですけど、あれ私黒、あ、明日黄色着る、どうする、まだ早い。今日黄色いたよね、モンゴルミンク。あ、いました。そう、細いコムアイ。桃太郎歌ってみてくれ。ダメだよ、下手くそだもん。桃太郎ってなんだっけ、キーピーダーンみたいなやつ。あ、そっち、あ、そう、この間からそうか。リオ出し惜しみ、出し惜しみしないで。はい、望むは目立つって、まあ、うん、まあ、美人だしね。外見だけじゃ絶対渡辺さんは残してくださらないんで。でも意外とポンコツって言われてたよね。誰が、みんな今日ダンスで一番ちゃんとしてそうで。でも全然そんな、私めちゃくちゃ頑張っても、結構この合宿のためになんかこう姿勢の矯正とかしてきたんですけど、そうそう、猫背ね。それする前は本当になんか、なんだ、なんかアンガールズの田中さんっているじゃないですか、ああいう動きしかできなくてまだちょっと余韻はあるんですけど、それでも今本当にそう、やばねーみたいな。エヴァみたいな感じ。いやいや、できない、カメラ持ってお風呂に撮するわけじゃなくて。ダメだよ、18禁じゃないよね、もっと上だね、もっと上とかじゃないね。正座も姿勢悪かったよ、まあちょっとそのニコってしてニコ、いい、ね、もっと近くでやれば見えてますか。あ、お、怖いよ。おおおおおおチェックできなくなっちゃった。チェックできなくなっちゃった。ちょっとカメラ明るくしてるから待って。ヤエバ見えますか？ヤエバじゃな、ヤエバなのかな？尖ってるんですよ、剣士が。ヤエバだね。顎が伸びます、笑うと。
ちょ、上目遣いしてみる、これ。ダメだこりゃ。レリビ、レリビ踊れる？レリビ、練習はもうしてあるけど、昨日のが面白かったって言うけどさ、期待がすごい、期待がさ。じゃあなんで、何知りたいんですか？だね、歌を歌いたい気持ち確かにあるんですが、うん、本当に今ちょっと大声はなかなか。シリラーになりました。じゃあ身長と体重と3サイズを同じます。身長知ってるでしょ。困ったな。身長と何で、だけ落としてる。体重一重、一重なのに目大きいって書かれてるよ。本当？そう、一重なの。パガッツル、ガッツル、ガッツリ一重です。だからよく目つきが悪いって言われるから、ちょっとね、怖いかも。怖い、怖いですか？何センチ？身長171。素敵、服似合いそう。そうだから、まあその私、あ、ごめんね、あの5日間ね、あの面白さを更新していかないといけないじゃないですか。なぜね、略略ですと英語はね、実際ね余裕でした。これは何センチなのって。161です。意外と背高いんですよ。なんか 特技やってって書いてた。特技？特技ないかな。私目がすごい開くっていうのが特技です。特技ですか。ちょっと開いてみますね。うん、すごい。どう、やろう。あんま分かんないか。どう、怖いねこれ、絵面が。深夜番組みたい。どうですか、怖って言われた。そう、なんかみんな来ないね。なんか175ない、本当に。渡辺一人好き。ここに挟む。あ、てかそう、顎伸びるから顎が崩したいんですよ本当に。プロタンに似てる。誰？いや、 YouTuber の人。知ってんの？うん、似てる。ありがとうございます。なんか本当になんかマラソンもそうだったんですけど、見てる人がいてくれるんだなって思うと踏ん張れるもので。うん、ちょっとそう、もう終わりに、そうそうそう、出過ぎてね、出過ぎましたね。誰か呼んできたいんだけど。みんなお風呂かもしれん。なんかそうやってオタクちょろいなとかって言ったら、なんかそこだけこう抜き取ってね、なんかね、何に使われるかちょっと分かんないんですか。袴が似合いそう。そうね、夢海ねむさんと大体同じぐらい。剣道部ですよ私。過去2段ですよ。え、そうなの。うん、でも2段あれだから、中学生までで取れるから、もしくはあんまりあれだけど。俺らはちょろいぞ。ちょっと用心深すぎる。桃子組呼んで。うん、呼びたい。桃子組？どっち？あの桃子さんの方ですよね。あ、カンパニーさんの方ですか？ご多忙なんですよ多分。カンパニーさんはあの、そう、ご多忙。防具嗅ぎたい。防具嗅ぎたい。もうね、もうやってない。今、あ、でもドラム。軽音部だったからドラムでやります。ドラムできますよね。さっき巧みな棒使いって言った。本物のオーラどう？綺麗、すごく綺麗でした。うん、なんか人種が違うみたいだった。本当に同じ人間かと思ってたわ。思ったよ本当に。ドラム叩けんの？ドラム叩けるよ。そう、手振って。みんな来ないですね。独占。でも昨日もね。昨日私かなり独占しましたよね。トリバ5。
今何時ですか？私未だに鳥箱を最後まで調べない予定なんで。 ありがとうございます。私をドラムにして叩いてってどういう意味ですか？そんなそう、シリオペンペン、あのエンパイアさんですよね。あれめちゃくちゃ可愛いですよね、あの最後のユイナさんの逃げてるところがベストポイントです。私的使っちゃえ1時間ん使っちゃえ時間コメント受け入れたらよさ消える。まあちょっとでもなんか話してるのすごい楽しいです。うん、この人ただのファンなの？ファンただの私わかん、2人結納しか気が受かったらどんな名前がいい？なんか今んとこなんか鳥箱が取りすぎて、でもどうね、鳥バゴアレンジしてくれるなら鳥バゴーラみたいな、取り込んでもいいと思って。鳥バゴーラがいいんじゃない？どんなのがいいの？何がいいかな。なんかこむさ、誰かがゴム愛とか言ってた、ゴム愛文字ってみたいな。ゴム愛、そうゴム愛どうかな。ちょっとゴム愛はちょっと似てるかなと思って。ゴム愛はちょっと、うん、ちょっとな、ちょっとあの事務所の、ね、方からする。あ、確かに企業名は私はダメだよね。あ、そっか。バゴジーランド。シリオの推しのワックメンバーはって聞かれてるよ。推しのワックメンバーですか？うん、トリニティカカオちょっとないよ。あゆにさん、あゆにさんとあやぷりさんも好きですね。うん、てかみんな好きだけど、うん、パンルナさんも好きですよ。みんな好き。誰でもいいんだ。誰でもいい。誰でもいいんだ。そんな、なん誰でもいいって言ったらなんかね、タラシみたいな。違う。いや違うね。でもみんな好き。本当にもう見れば、もうライブを見ればもうみんな好きになっちゃう。長山のバチ借りてきてって。あれかっこよかったね。歌さすごいかっこよくてさ。ね。うん。素敵だったあれは。誕生日おめでとうって言ってくれてありがとう。あ、言ったそう、この間誰かが、誰かってかこの方が誕生日だったから、知らん、同じ人か分かんないけど、そうおめでとうございます。なんでディスコメに、ディスコメあった？下がれ下がれ、ごめんなさい、下がれどういうこと？他が来ないんだよ。そう、なんかそんなあれですよね、ガチ。いやまあでも明日はミキちゃんの誕生日。え、そうなんですね、おめでとうございます。長山のバチ一本隠してみて、別になんそう誰の得になるんですか？いじめいじめや、それは。ギャンパレも割と聞かせていただいてますよ。さあ、私あれなんですよ、最終日誕生日なんですよ、オーデの。え、そうなんだ。そうだから合格したらもうプレゼントアイドルみたいな。それはそうだね。だからそう、チェキチェキ取りたい、チェキ道だけど、まだワックオーデ参加組挙手。え、ワック参加組挙手。え、コメントで、はい、きっとコメントでね、もう来るよっていう人がね、挙手してくれるでしょう。なるほど、のの方ですね。の生き残れよ、生き残りますよ、頑張りますね。尻をおでこ見せて。誰得これ。あ、すごいすごい上がってる。本当？前すごいの、何なの？あ、手を上げてくださってる。今日も練習しますよ、この後ちゃんと。私おでこ狭いからさ。出身はどの辺？私は関東の方です。私はスリラン。何歳ってコメント来てるよ。18歳です。でイケメンだな。本当ですか？イケメン枠かなこれ。そう、ガミヤさんにね取られてるから、イケメン枠。どうですか？今のうちコビ言っとけ。本当に皆さん知ってるんですよ、私。皆さん格好かわいいですよね。見たことありますの？格好かわいい、うんね、女性の方はかわいい。そうですよね、そう、悪い人いないですよね、ワック好きな方で。そう、スリランカスリランカ適当、そんな
設定だね。いや違うってだから本当に18歳なんですよ。嫌だな。好きな男の子がこんな顔、和服似合いそう。そう、知り合いかな。クソかな。しりおちゃん髪下ろして、今癖がすごいんじゃん。下ろしてたっけ最初の方は。最初下ろしてた、うん、一番最初に。うーむ微妙なんじゃないこれ、もしかして。歌でアイナさんこしたいですね。今日歌どうでしたか。もう頑張ったんですけど、なんか向上心さえあればどこまでも人間伸びると思ってます。明日はマラソン1位狙うんですけど、そう狙います。あの何か食べてさらに1位になりたい。うん、まだ当たってない。面接の時より歌良かった。ああ良かった本当ね。あの時も恥ずかしいです。あれは闇でございます。そんなこと言えないよ。違う、今真剣なお話をしてる。目立っていきたい。この、ね、合宿内でもっとダンスも上手くなりたい。後ろの音声にすごい反応が。でも本当に言ってることは本当心に来るよね。もうその通りです、その通りですって感じ。ロック以外音楽聴くの？聴きます。聴きますね。何聴きますか？スキャンダル。ああないそう、なんかスキャンダルにいそう。いないし、いないよ、異色感すぎるでしょ。新しいスキャンダル。あとポルノグラフィティとか。うん、私バンド聴きます。バンドアジカンとサカナクション、クリープハイプ、あとカナブーンも好きですね。バンドじゃないものは？バンドじゃないものはアイドル、うん、このしか聞かないかな。アイドルって言ってもワックさんの楽曲がかっこいいから。違う、バンドじゃないもんっていうアイドル、うん、あバンドじゃないもん、私聞いたことない。あそういうことか。さっきコメントでね、バンドじゃないもんはあれなんですよ。そんな知らないです、ごめんなさい。ぜひ帰ったらね、甘夏ゆずって調べてもらったらね、ちょっと自分に似てる顔が出てくるかもしれない。甘夏ですか？甘夏ゆず。甘夏ゆずさん似てますか？ちょっと調べよう。お家帰ったらって、もうそんなね、はるか遠くの話ですね、本当。うん、うん、もう全然聞いてなかった今。ちょっと頭回ってる。今渡辺さんになんか鼻の下に鼻くそついてんぞって言われたんですけど、鼻くそじゃないです。チャームポイントほくろです。かわいいよほら。え、かわいいじゃん。鼻の下の袋かわいいってこと？まあまあでもまあ覚えてもらえたらそれでいいです。でもなんかそれでめっちゃ開き直って言ってたら、いろんな人に触られて本当大きくなっちゃったから。オレンジか。あそう、眠る。さっきまでなんか明日昼に発表だったら、もしかしたら、ね、時間ないかもしれないから、あの自分で覚えられるところがあると思って。明日は最後までやりたいと思ってて、はい、今日は途中だったから違う振り付けもあったけど。オリジナルのところとかって自分でちゃんと考えてきた方がいいですよね。え、これの後。あ、これはニコ生か。これニコ生です。これニコ生です。これこちらのカメラが。じゃあ、うつ。考えて。別に考え、思い、やりたいのがあればって感じで、無理やり考えなくてもいいけど、うん、なんか自分がこの方が、渡辺さんに印象残しそうだなとかいうのがあったら、提案してもらったりしたら、スムーズかも。嬉しいかも。うん、じゃあ、じゃあのなんか。あの振り通りでもいいし、思いつかなかったら。うん、今日はマミヤなの。今日はマミヤです。ってくる。一人で頑張ってるから。
っちだろう、どっちだろう、インクとモモコがいっぱいなんかかぶってよ。多分これ私だね。モモコさんです。あ、モモコさんのこと。どこなの？つむじ全員って言われてますよ。巻きが可愛い、可愛い、そうめちゃくちゃ可愛いです。ピックの。喜んでますよ。チックです。残る残る。タイムラグが。モモカン先生。じゃあある程度考えてきて、もう12時だから寝た方がいいね。休むときは朝もマラソンだ。え、みんな何時に起きてる？なんかもう部屋の今日5時15分にめっちゃ目覚ましになりました。え、で5時じゃなかった？もう5時だった。もう本当にあのガチな目覚ましが鳴りました。3個ぐらいになってあ、これは起きるわって思って。でも多分なんか今日はどんどんかなんか早めに起きて準備したけど、結局ぐちゃぐちゃになるから、多分明日もっと遅く起きる。でもそこ、あ、混むのか。なんか結局一番ね、早い人の目覚ましで起きちゃうから。インクに話して。インク、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 インク